さんギャギホのものです。はい、ということで今回はですね、私の GRWM Get Ready With Me 私と一緒に準備しようの動画でございます。ただいまの時刻は0時9分でございます。9月11日の月曜日、3連休なのでバリバリ起きちゃいます。ということで0時9分なんですけども、私今からお風呂に入って寝るまで一緒に準備しようの動画でございます。どういうこと？もうなんか前日準備的な感じの動画ってことじゃ、そういうことじゃなくって、あの Get Ready With Me っていうのは私と一緒に準備しようぜのやつなんですよね、うん、なのでね、みんな朝やってるじゃないですか。まあもちろん朝の準備が一番ね憂鬱なので、こう動画見ながらハッピーって感じにしたいんですけども、やっぱお風呂入るのも憂鬱じゃん。入っちゃえばさすごい楽しいんだけど、入るまでが結構ね大変だなっていうのが自分でも感じているので、 Get Ready With Me を夜バージョンでやっていこうと思います。レディー、ウィズ、ミー、確かにグッモーニングとは言ってない。そう G が入ってるからちょっとグッモーニングって言いそうだけど、全然ねグッドナイトもあるので、今回はゲットレディーウィズミー夜バージョンやっていきたいと思います、はい、でですね、今日は外でですねクレーンゲームの撮影をしてきたんですけども、じゃあ見てこれかわいいって感じで背中に置いてます。でまずは私はこちらですね、机が悲惨なことになっておるので、これをまずは片付けていこうと思います。朝見てた動画とかを一回消します。これをね、ちなみに髪の毛こんな感じで切りました。ショート貫くので、これからまたね伸びたらどんどん切っていく感じになります。こんな感じです。よろしくお願いします。夜なので本当に深夜テンションですっごいノリで撮ってるものなので、もしかしたら私ちょっとうざいなって思うと思うんですけども、そこら辺は多めに見ていただいて、もうすでにうざいなって思ったんですけど、おにごということで、まずは机の上を片付けていこうと思います。あとですね、私はゲッキリ準備したんですよ。ちなみに今日これクリオのアイシャドウパレットなんだけど、今さっきパパにアマゾンであのロム&の05番をね購入していただきました。ありがとうございます。アマゾンちょっと怖いのがさ、2個さ洗濯するところがあって、普通に送るのとなんか連続洗濯みたいなので月に何回もこう満開送ってくれるやつがあって、それで購入しようとしててマジ危なかったということで、机が綺麗になりました。ただメイク道具を片付けただけなんですけども、もうねあのお風呂に入れる状態で、のんちゃんはですねもう明日学校が普通にあるということで、おめでたいことなんですけども、私は学校ないんですけども、休日はないものなんです。そう、なんで休日にあるんですか学校が。ということで今からメイクを落としていこうと思います。先にねお風呂内で落とす前に落としておくと、お風呂内で落としやすいことに気づいたので落としていきます。最近はですねカラコンを買いまして、これはですねバンビシリーズのやつになっております。かわいい。あと二重をね、あのね、のりじゃなくてテープにしたり、マスカラいつも使ってるキャンメイクのやつをフォームタイプっていうのからブラシタイプに変えたり、なんかいろいろ変えたり、あと肌が綺麗になったり、まあこれは美白モード使ってるからめっちゃ肌綺麗な人みたいに見えるんだけど、普通にでもね肌が綺麗になってきました。それでは落としていきます。どれだけ変わるかね。なんか前まではさすっごいさ変わってたの私なんだけど、最近メイク薄いからさあんま変わらないかなっていう感じです。じゃあ落としていきます。私はこちら資生堂のパーフェクトリムーバーアイ&リップ、アイシャドウと口紅が落とせるやつなんですけども、落としていきます。まず片目だけ落とすね。こんな感じでカラコンを外す。カラコン外したらこんな感じです。アイメイク落としていきます。最近私めちゃくちゃツイッターに浮上してまして、あのなんかツイッターで活動してる人みたいになってるんですけども、ぜひね皆さん私のツイッター行ってみてください。このね資生堂のやつはなんで買ったかっていうと、私ナイトアイボーテが欲しくって、ナイトアイボーテっていうのは3000回聞いた、うん、なんか買ってほしいんだけど自分で買えた話なんだけどね。完全それさネットショッピングに騙されてる人でしかないんだ。でもやっぱさ YouTube とか試したいじゃん。検証動画とかさみんな気になるじゃん、ああいうのって。案件とかじゃなくて普通にやってみてどうなんだろうっていう。もう高いねえ、私さ今さ照明台ってさ熱いんだよ、つけてないんだよ、ならないで。はい、ということで落とせました。一緒に拍手。うん、すごい嬉しい。結構変わってるよ。まずカラコンがないからね。あと眉毛ね。はい、ということで片目も落としていきます。でこの後はですね、もうあの私がお風呂上がった後のあげーって感じになっていると思うので、お風呂上がりのほのぼのさーん、
はい、ということで今お風呂から上がって髪の毛を乾かしてきました。ちなみにただいまの時刻1時20分でございます。約1時間ほどですかね、お風呂に入っていまして、30分ぐらいで髪の毛乾かしました。髪の毛乾かしてまだ何もアイロンもしてないんだけど、外羽をねしてないんですよ。でですね、私はいつもここからスキンケアをします。スキンケアは結構こだわっているんですけども、スキンケアをしながら私は二重のマッサージと涙袋のマッサージをねいつもしているので、そちらのマッサージもしていこうと思います。私はボンってするのが好きなので、最初にハトムギ化粧水を使いたいと思います。で、動画を見ながらやっていきます。まずは二重の方からやっていきます。目の周りを軽くしていくんですけども、ただ単になんちゃらを緩めるだけじゃなくて、目をスッキリするために心が変わるんじゃないですか。はい、おー、でもまあ見て、ほらちょっとまあ軽くなってはいるよね。で、私はこの後寝る前にね癖付けで糊を貼るんですけども、もう一回ね片方もやるんで、終わるまでぴょん。はい、ということでできました。次は涙袋のマッサージをしていこうと思います。涙袋もさっきと一緒で、小顔神ヒロさんの YouTube を見ながらやっていきます。終わった。涙袋と二重のマッサージが終わったので、今からスキンケアに入りたいと思います。1回目のハトムギ化粧水したので、2回目のハトムギ化粧水をしていきます。本当かどうか知らないけど、ハトムギ化粧水は3回やるといいみたいなのを言ってたので、誰かが手が書いてあったのでやっていこうと思います。ということで2回目塗れたので、ラスト3回目塗っていきます。はい、ということでできたら次パックしていきます。パックは毎日してる、毎朝してる、毎朝も夜もしてる。最近ルルルンのこれ、ルルルンピュアフェイスマスク、1ヶ月ぐらい持つやつでございます。でもね、学校行くときはね、朝めんどくさいからスキンケアとかはさっきのハトメン化粧水だけで終わらしちゃうんだけど、なんか撮影とかあるときは朝も夜もパックします。で、撮影ないときも夜は絶対パックするようにしてます。最近でも眠すぎてさ、全然スキンケアしてなくてサボってたから。で、私さ、顔がでかいのかさ、これさ、サイズがさ合わないのよね。はい、こんな感じでできたので5分10分待ちます。じゃあまた後で。5分10分経ったので剥がします。いい感じで残ってるのを拭きます。なんでこんなに無言かというと、眠いからです。今1時54分だって。良い子は寝る時間なんですけども、私は全然バリバリ起きてるので、そろそろ寝たい気持ちです。そして次、じゃん、こちらジェネコスのモイストセラム美容液でいきます。これはドンキ限定らしいです。高級な匂いし、とおかしくなってきてます。助けて、おかしくなってきてる私。うん、お姉ちゃん寝ちゃったし、うん、もう今日二重癖付けしないで寝ていいかな。いいよね、ありがとう、嬉しいわ。それは二重癖付けはじゃあまた今度ってことで、マッサージしただけ偉いんで、また今度癖付けしますねえ。また今度癖付けしてあげるからね、こうやってこうやってね、また今度ね癖付けしてあげるからね。で、さっきのマッサージあるじゃないですか、あれを朝も同様にやります。そう、朝と夜両方ともやったら、なんかちゃんとやり続けたら良くなるらしい。で、ラスト、じゃん、キュレルの美白ケアの乳液どうかな。これ美白効果使ってるからさ、めっちゃさ綺麗に見えるね、肌が。はい、ということでスキンケア終了。このままね、前髪を下ろしたらですね、私は前髪がベタベタになって、前髪にこれこわー痛いね、寝ます。このまま私はタイマーにして電気を消して寝たいと思います。はい、ということでほのぼのちゃんの寝るまでのゲットレディーウィズミー、一緒に準備しようや。面白かったよ、いいよって思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのちゃん、そんな時間まで寝てるの、早く寝ないといけないわよって思った人も、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、なんかみんながやってないなって思った Get Ready With Me の夜バージョンをやったんですけども、ぜひ朝バージョンもやってほしいなっていう人も、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひコメント欄お願いします。ということで、また次回のヌンヌン番組でお会いしましょう。バイちゃん。
Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your weekend games. Yeah. Always on my mind, always in my brain. Yeah. With you, the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.